こんにちは。旅先で見つけた美味しいお店を紹介するチャンネルです。今日はたぬき工事を歩いています。時間はだいたい19時30分。ジンギスカンでも行こうと思っていたのですが、お目当てのお店が満席でした。今はあてもなくブラブラしています。見覚えのあるお店がありました。たぬき工事6丁目にあるキライトさんです。多分ほとんどの札幌の人は知っているかと思います。ランチなど旅行客が多い時は長蛇の列になっています。しかし今日のように並んでいない時も結構あります。私も何回か行こうかと思ったのですが、深夜は営業していませんし、私が来る時は並んでいることが多いので食べる機会がありませんでした。ただ夕ご飯のメインにラーメンっていうのはちょっと私には抵抗がありました。ただ興味もあるし、いい機会なので今日は入ってみたいと思います。昔たぬき工事に私の好きな糸松ラーメンがあったんですが、いつの間にかなくなっていました。キライトさんも味噌で人気なので期待が大きいです。店の外には列はありませんでしたが、店内で多少の待ちはありました。しかし壁のサインがすごいですね。人気店なんだと思います。やっと順番が来ました。待ちは10分程度でした。しかし本当にすごい数のサインです。一番サインの数が多いのはこの方、藤井フミヤさんでした。この下のあたりはほとんどが藤井フミヤさんのサインです。ここに来たら毎回寄っているのだと思います。ビールを頼んだら枝豆がついていました。結構嬉しいサービスだと思います。千原ジュニアさんもよく来ているみたいです。味噌ラーメンが来ました。すごい、噂通りのネギ大盛りのルックスです。とりあえず写真も撮らせていただきます。いや本当にすごいです。どうやって食べればいいのでしょうか。事前情報では上は薄味のスープで、底の方に濃い味が溜まっているとのことです。確かに上の方はかなりあっさりの味噌味でした。麺は北海道らしい黄色い縮れ麺です。
私も元島民ですから、黄色いちぢり麺は大好きです。思ったより結構薄味が続きます。ネギを混ぜながら食べるのでしょうか。それだとネギに味がついているわけではないので、いつまでも薄味のような気がします。あんまり味が濃くなりません。もうそろそろ味が濃くなっても良いような気がします。多少味が濃くなった気がしますが、思ったより全然味が濃くなりません。ちょっと混ぜて食べていますが、本当にあまり変わらないです。チャーシューの代わりにひき肉が入っているのも昔ながらの札幌ラーメンの特徴でしょう。本当に味が濃くならないです。食べ方が間違っていたのでしょうか。ネギは混ぜない方が良かったのでしょうか。ものすごい不完全燃焼です。誰か正しい食べ方を教えてください。これだけの人たちに支持されているのですから、もっと美味しいはずだと思います。これがキライトさんの味なんでしょうか。薄味のラーメンなんですかね。ネギの味だけ目立っちゃって不思議な感じでした。確かに品のいい味だとは思いました。お会計はビール込みで2100円でした。接客は爽やかなお姉さんで感じがとても良かったです。しかし本当にすごいサインの数です。ごちそうさまでした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネルが気に入っていただけたら、いいねボタンやチャンネル登録をお願いいたします。大変励みになります。